がすごいな。はい、というわけで皆さんどうもこんにちは。ミントグリーンダイアリーのにゃんゆりとミントでーす。みんちゃん宛てにドギーボックス3月号が届きました。ワンちゃんのためのワクワク定期便というものでして、国産の安心安全なおやつだったりとか、遊びがいのあるオリジナルのおもちゃだったりとか、上質なケア用品などが毎月何が送られてくるかなってワクワクするようなワンちゃんのためのサブスクサービスでございます。今回はそちらのね3月号を送っていただきましたので、みんちゃんと一緒に開封して楽しんでいこうと思います。楽しみだね、おみん。ワクワクでは今月号の中身はこちら。かわいい本当にさ、おもちゃ箱を開けた時みたいなワクワク感。前回ちょっとね、開けてみた時は北欧テイストでおしゃれ感が強かったなと思ったんですけど、今回はね、ちょっとトイストーリーみたいなポップな可愛さがあります。こんな風にね、パンフレットもとってもポップなんですよ。中身は何が入っていたかというと、レースカー、レーザーガン、犬用歯ブラシ、ペパリスビスケットかっこブルーベリー、ささみジャーキー、フリーズドライパニックということらしいです。みんちゃんもね、ちょっとワクワクなんじゃないでしょうか。こんなところにくつろいでました。いつの間に。あんたママがなかなか遊ばしてくれないからね、これでね。待ちくたびれてんのね。ごめん、みんちゃん。はい、ではまずはこちらのおもちゃで遊んでいこうと思います。うわ見てください。こちらがレースカーのおもちゃです。オレンジ色の。こちらがレーザーガンのおもちゃになってます。両方ね、こんな風に紐が、わあみんちゃん、ついてまして、ね、投げたり引っ張ったりとして遊べるみたいですね。こっちだけこの紐がゴムになってビヨビヨします。おいみーちゃん、じゃあもう巻いてきれないみたいだから遊ぼうか。おいブブ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 、おいみーちゃん、おい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 行くよみーちゃん。おいみーちゃん、お前ママのレースカーを奪ったな。あ拠点に持って帰って、カミカミ早速しているみーちゃん早速気に入ってくれたの。いいね、紐ついてるの。みーちゃんロープおもちゃみたいなお気に入りだから、大きさの噛み応えも良さそうだし。これカサカサ素材だけでプピ入ってないのかな。あ、入ってる。プピプピ入ってるね。みーちゃん、あ、気に入りましたか。拠点にすぐ持って帰るね、みーちゃん。自分でプピ鳴らしたいね。お、鳴った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 。鳴らしたね、みーちゃん。自分で鳴らしたの。かわいいね、自分でプピプピしてて。あ、こっちも気になる。こっちも気になるね。いい、バキュンバキュン、みーちゃん、バキュンバキュンだよ、バキュンバキュン。ちょこ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 、これこれ、なんだこの感覚は。すごい、ビヨンビヨンするぞ、なんだこりゃ。わーわーわー新しいね、これゴム入ってるおもちゃ初めてだね、みーちゃんね。あ、音違う、音がでかい。これもプピできるよ、みーちゃん。やってごらん、あんたプピプピを。できるかな。あ、なってる、ちょっとなってる。あ、なってる、なってる、なってる。上手だね。いいか、いいか。できんの、上手に。プピプピできるね。はい、では次はみんちゃんにこちらのおやつ類をね、あげていこうと思います。まずはこの、ペカリスビスケットベリーベリーということで、ブルーベリー味のクッキーみたいです。みんちゃん、ブルーベリー食べたことないよね、あなたね。このちょっとパッケージもエイリアンで可愛い。見て、こんな細長いやつでした。あ、めっちゃいい匂いする。みんちゃん、じゃああげようか。これちょっと割って。うわ、すごい、紫。いいですね。みんちゃん、みんちゃん、まれ。はい、グッボーイ、どうぞ。
っという間に食べた。美味しい。気に入ってますね、この笑顔は。完全にご機嫌になりましたね、美味しいおやつで。もう一回食べておく。もうよだれ垂れたね、ママの上に。ちょっとね、美味しかったな、わかるけど。ねえ、まあまあ垂れてるよ。はい、では次はドットワンささみジャーキーをあげたいと思います。出してみるとこのぐらいの大きさですね。結構大きいけどパリパリに乾燥してるので、もうホロホロっとすぐ砕けてちっちゃくなりますね。全然これは扱いやすいような気がします。もう1回転お願いできますか先生。じゃあ行きます。みと先生、はい、回れ。はい、乾杯。食べる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 、おいしい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 。出ました笑顔。出ましたね笑顔が。じゃあもう一回いきますか、みーちゃん。くるん。はい、どうぞ。シャクシャク笑顔。気に入ったな。続いてはフリーズドライパニックということで、みーちゃん初めてだよね、パニックね、食べるの。フリーズドライなんですけど、こんなキューブ状で、これもなんかちぎりやすそう。すぐ砕けますね。はい、じゃあみーちゃん、この馬肉は馬並みの俊足を見せてくれたらあげよう。いくで、ミント。とい。蹴り飛ばしてきちゃったじゃん、おもちゃ持ってこないで。おもちゃ、ミント、とい、とい、とい。ちょい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 。これ、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 これ。はい、持ってきました。はい、いい子。はい、じゃあ全然俊足じゃなかったけど、もうあげちゃう。はい。うん、はい、いい子。もうここ残っちゃうぐらい気に入ったの。どうぞ。はい、気に入ったの。お肉おいしいね。はい、では最後にこの犬用歯ブラシを試していこうと思います。いつもさ、タオルで磨いてるから初めて見るね。見て、肉球のマーク。かわいい、おもちゃみたいですね。なんかここがね、円になってて360度磨けるっていうことらしいですよ、どこを当ててもね。ワンちゃんの歯ブラシには便利そうですね。みーちゃん興味あるの？歯ブラシ1個にできるかな。まずは慣れさせるそうですが、あーでもこれすごいちっちゃくてね、小回り効くし、こう慣れさせやすいかも、ワンちゃんにこう当ててね。みーちゃん、これママ初めて使うけど、なんかこれちょっともう少しミンちゃんが慣れたらすぐこう磨けるようになりそう。じゃあミンちゃん、綺麗に磨いたのでちょっとママに口臭チェック。まあ幸せではあった。でもね、なんかいつもおやつ食べた後のみんちゃんの口って結構獣って感じするけど、今日はそういうことはなかったから、やっぱり歯磨きの成果出てんのかな。はい、というわけで今月のドギーボックスはね、こんな感じで可愛いしみんちゃんもとってもお気に入りになりました。今後もね、みんちゃんはたくさんこのおもちゃで遊んでくれることでしょう。ワンちゃんも飼い主さんも大満足すること間違いなしなサブスクになってますので、気になる方はぜひね、概要欄からチェックしてみてください。みんなもぜひぜひ試してみてねってポピーで言ってんだね。気に入ってる。それではここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。